Shall we begin? Hello, everyone! Welcome to リノスマン TV! はい、ということで今日もやってまいりましたリノスマン TV です、本日も皆さんご覧になっていただいて本当にありがとうございます。今日もお仕事ご苦労さまんさたまさ。はい、ということでですね、今日も元気にやっていきたいと思うんですけれども、はい、今日の動画はですね、もちろんマイスニーカーイントロダクション。はい、マイスニーカーイントロダクションと題しましてですね、僕が持っているスニーカーを今日も紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは早速、今日紹介するスニーカーはこちらです。ドーン、ナイキ HTM エアウーブンブーツです。今週はですね、皆さんのカリスマ藤原ひろしさんのですね関連しているモデルをですね中心に紹介していこうと思っております。その中で今日はですね、こちらの HTM、ウーブンブーツ、これを紹介していきたいと思います。はい、ですね、これはですね、2002年かな、そうですね、2002年に発売されたモデルでですね、前回に、紹介したですね、ウーブンの派生型っていうのかな、進化系っていうのかな、進化じゃないか、派生型かな、のモデルでですね、まあ、もう見たまんまそうですね、もう着火ブーツタイプの、ウーブンになりますね。はい、なんていうんですかね、藤原ひろしさんっていうのはこういうの好きですよね。スニーカーしてるやつよりかも、なんていうんですか、こうクラークスとかビルケンシュトックとか、ああいうのも好きだったと思うんですけど、うん、ああいうのに似たようなデザインで履き心地がスニーカーのようにいいみたいなね、そういう靴をですね、好んでよく履かれてたイメージがありますよね。まあビズビームとかもそうですよね。はい、だからね、もう本当に、ウーブン同様ですね、これも、藤原ひろしさんっぽい一足ですよね。それでいてこうナイキっぽくないっていうかね、うん、そういう要素がありますよね、うん、そういうのが結構好きだったりしませんか、藤原ひろしさんって。ナイキっぽくないナイキ、うん、まあゴリゴリのねフォースワンとかはもうバリバリナイキですけどね。はい、でですね、これね、まあ、前回紹介したね、ウーブンはね、年1ぐらいでは履くんですけど、これは本当に履いてないです。もう何年も履いてないんじゃないかな。久しぶりに箱から出しました。なのでね、ちょっと今履くとどんな状態なのかっていうのはね、ちょっとわからないんですけど、見た目はですね、まあ、ヌバック素材のところがだいぶひび割れてきてますね。ポロポロ、剥がれてきてる状態です。ヒールの部分だったり、まあ、ベロの部分なんかもちろんそうですね、うん、シューレースの、シューホールのとこか、そこもだいぶひび割れが入ってますね、うん、まあでもね、まだまだね全然履けるんで、久しぶりに見たらね、ああやっぱかっこいいなとちょっと思っちゃったんでね、うん、近々ちょっと頑張って履きたいなと思います。はい、ということでですね、今日紹介した、スニーカーはですね、ナイキ HTM エアウーブンブーツでした。はい、ということでですね、今日の動画が、ちょっとでも面白かったなという方はですね、ぜひいいねを押してください。そしてぜひチャンネル登録の方もですね、よろしくお願いいたします。はい、ということで、今日も最後までご視聴本当にありがとうございました。See you next movie! Bye bye! Thank you!